おお。はい、皆さんこんにちは、アランです。今回もウルバトをやっていきます。まあちょっとね、仕事を収めてきたんで、すごいちょっとね乗り遅れた感はありますが、今回の、デストルドスの、イベントやっていこうと思います。まあノーマルで行くよね、最初は。はい、ありがとうございます。ウルトラマン Z と活動する地球では、セレブロの暗躍に、翻弄され、殲滅教授デストルドスが出現してしまいましたが、まあね、感動の最終回でしたね、本当に。うん、ストレージがね、やっぱ頑張っとったんが俺的にはめちゃくちゃ良かったです。私も、観察しておりましたが、ウルトラヤバい展開についつい熱くなってしまいましたよ。ほう、視聴者かな。こんなウルトラ熱い戦いなら、ブリーダーの皆さんも、きっと、首都破壊の王デストルドスと戦いたいと思い、この惑星でも可能な限り最速で再現してみました。とんでもないことしますね、あなた。叶うことなら、またこの惑星にお越しいただきたいものです。お前ちょっと武器商人みたいな立ち位置でおるんか、ナビ。お前せっかくの2周年ですから、ブリーダーの皆さんに、喜んでいただくために、セレブロの暗躍に巻き込まれ、Z とストレージが戦った相手から、この惑星で再現可能な怪獣たちを一緒に再現しましたよ。ちょっとさ、なんかやばくないですか、あんた。ブリーダーの皆さんは思う存分戦って見事撃破してください。それでは準備ができましたら、これまでにない最強のチームで編成で、挑んでください。はい、ゴーバトルブリーダーズ。ストレージっぽく言うな。はい、まあなんとなくいつものメンバーでやっていこうかなと思います。あー、ゲネガーク、ブルトン、ほうほうほう、最初のやつらが出てきますよね。あー、おー、すごい再現度だ。とりあえずフレンドのセブンガーをお借りしてきました。ではやっていきましょう。あー、 BGM やっぱ Z か。おーい、我の名をって、てかどういう攻撃してくるんだろうな。そういう、あ、ファイブキングもそういうあれか。あ、ジャグラー連れてくればよかった。俺はバカだ、やっぱ。何してんだお前。ちょ、スキル見ようぜ。ごめんなさい、なんかあれだと戦いの様子がわからない。ちょっとお前ら待て、ちょっとスキル見ていこうぜ。ブルトンは、はい、文明自滅ゲームの駒。自分の HP が0になるまでの間、味方リーダーの防御力が破滅的にアップする。お前4次元、これは同じかな。4次元転移でいいんかな。自分以外の味方が攻撃を受けたとき、相手をランダムなしにワープ。はー、やめて。ゲネガー君は、ゲネガー君って言ったら、力の凶暴は、わかねえ。攻撃したとき、5ターンの間、相手の攻撃力、防御力、必殺技、攻撃力を大ダウンする。はーい。そして、これも同じと。じゃあまずこの辺からやってった方がいいってことか。よし、やっておしまい。はい、まずは撃破。あ、ちょっとデストルドスのスキル見てねえな。見とこ。人類が生んだ最強の必殺兵器。自分フェーズ開始時、現在の HP に応じた、効果を発動する。 HP が 80% 未満の時、隣接2マスの相手をノックバックする。HP60% 未満の時、 SP が100アップする。ほう、ちょっとやめてください。セレブロが生み出した体勢。あー、あれやばい。ウルトラ気合い入れていくぞ。ウルトラマン Z のウルトラ必殺技を受けた時、このフェイズ中受けるダメージ量がウルトラアップする。ナイス Z さん、俺はちゃんと入れてきました。でもすごいな、デストルドスの声の再現度すごい。ちょっとお前トレギア、ここで、いけ。セブンガで倒すか。あー、倒せない。おらよし、行ってくれ、ファイブキング。準レギュラーのファイブキング君もかなり活躍してましたからね。マッチめっちゃ破壊しよう。ちょっとさ、1倍にして、ちょっとトレギアと、まあ、デストルドスのラスボス対決と。はい。おお、クリティカル出るんかよ。ここぞと若いの見せ場と思っとんな、お前。ブリッツブロッツのさ、そのなんだろう、スキルでさ、D4 レイン阻止できるんじゃないか。いけ、ラスボス対決。ほら、よし、
すごいのけぞったらなんかレッドキングの顔もプルンプルンしようやけど。よし、いけ、合体怪獣対決。おお、のけぞり方のリアクションがでかいなこいつ。セブンガー、お前ちゃんと頑張ってくれよ。さあどうなる。で、あー、ノックバックされた。 SP 中アップ、やべ、あ、どんな攻撃来るんだ。おー、すごいな。この攻撃は確か最終回の1個前とかでも使ってましたね。ガタンオゾは頑張って、ちょっと強く優しくデストルドスを倒す。 D4レイちょっと受けてみたいな受けてみたいなっていう発言はやばいかもしれんけど、一発だけなら大丈夫だろ。 D4 レイちょっと一回受けようぜ。ちょっとブリブロさんここ行って、そう、囲んどっか。殴りぐらいだったらいけるだろ。ほら、ドリルないけど、ちょっと見てみようぜ。 D4 レイ、 D4 レイを打つんだ。ボットとかした長官が、さあどうなる。おお、トリビアの声がすごい。あー、やべえ、さっき、ダメだこれ耐えてくれ。一発だけでも多分ダメだ。みんな耐えるんだ。どうなる。おお、がすごい、そのあのガラスパリーンみたいのもあるんや。ちゃんとすごい、ファイブキング耐えた。やべえ、セブンがめっちゃダメージ。あー、ダメだー、うそーんやばいやばい、ちょっとどれだけ耐性上がっとんな。お前ちょ、必殺の効果見てなかったな。ちょっと見とくか。あー、跡形もなく消えてった。すべてはブリッツブロッツがマジかよ、強っ。ちょっと見ようぜ。うわー、強い、一発だけでも耐えれんだろこんなん。よし、トレギアやってくれみんなの敵を取ってください。はっ、よし、やべ、これあれか、先に打った方がいいかな。ウルトラ必殺技を、必殺ダウン。いやー、叶うことなら Z さんでとどめを刺したいので、はい、フリッツブロッツくんやってくれ。わーお、ギリギリですね。よし、あんなことになるとは思わんかったな。ちょっとちゃんと読んどったらよかった。いや、やべ、あー、ノックバックで羽がめっちゃ広いと、すごい。あー、やっぱ射程2なんやな。おーおお、華麗にかわしますね、やっぱり。よし、じゃあ Z さんやってください。原作再現ではないけど、まあ再現に近い。うん、ウルトラ気合を入れて、オリジナルの方も欲しいな、こうなったら。おお、ありがとう、ありがとう、ウルトラマン Z、 ありがとう。ノーマルでこれか思ったけど、結構エキスパートきつい気がするな。はい、 Z さんの恩恵が。宇宙には昼も夜も善も悪もない。あ、そうです。なかなかやばい気がする。あ、万能 DNA はありがたい。はい、結構強かったよ。ソエジに負けないウルトラ熱い戦い VS はそうかな。さて、セレブロが引き起こした悪夢は終わりを告げ、それぞれ新たな道を、歩み始めることでしょう。別れは寂しい気もしますが、ウルトラマン Z とハルキの旅路、そしてストレージ面々の、遠くから見守っていきたいと思います。劇場版欲しいですね。しかし、ストレージのヘビクラ元隊長ことジャグラス・ジャグラーさんはどこへ行ってしまったのでしょうね。確かに、かもことなら、あー、なるほど、確かにな、一回来たもんな、魔王寺の時に。あれは本人っていうことでいいのだろうか。そういうこと言ったんか。ありがとう、よかった。ところで、皆さんのウルトラ熱い戦いぶりにより、殲滅機構銃デストルドスのデータはあっという間に収集することができました。いわくつきの怪獣ではありますが、再現しないわけにはいきませんね。あー、いつものやつですか。
ただしデストルドス D4 レイをそのまま再現するとこの惑星も吹き飛んでしまうので、皆さんにも扱えるよう、ありがとうございます。いつもありがとうございます。感謝します。はい、いつもの、何回でもできますよと。はい、ありがとう。はい、ということでイベントの方やっていったんですけど、まあエキスパートねちょっとやったんですけど普通に難しかったです。はい、いやーね、ちょっと取り巻きがめんどくさいじゃないですか。ちょっとパズル的な感じで攻撃戦とあかんっぽいんで、ちょっとねそれがめんどくさかったんと、あとまあ増援でねあのキャラが来るっていうのも良かったですね。そして、マーケットの方でも、まあ、デストルドスがいるということでちょっと見ていこうか。これじゃないこっちだ。でかっ、収まっているか尻尾なんかすごいな、なんかいろんな尻尾が混ざった感じになった気がする。こんなんなんじゃ、つうかさ、そのウルトロイドゼロの頭だけあるじゃないですか。だからね登場するんじゃないですか、いつか。結構早めに来そうな気がするんよな。うん、まあ、ちょっと動画見ていこうか。おー、すごい揺れるな。あー、かっけえな。やっぱこのごちゃごちゃ感がいいよな。なんか機械と生物が混ざった感じ。そしてこのパリーンがあるっていうのがねいいですね。必殺技も結構ね強力なんでね、いやー普通に欲しいな普通に欲しいけどな、ちょっとな、あー迷うぜ。これは課金せんとあかんからな。そしてスキルもねかなり強いしね。あ、こんな感じになるんか、マトリックス入れたら2000超えるんやな。いやーかー、ちょっと考えさせて。あーなるほどね、回避はもうないに等しいな。うん、いやーちょっと迷うね今回は。うん、正直ねちょっとグランドキングもね僕なんかちょっと欲しいんすよね。結構アリーナで戦ってその相手に400ダメージ与えるが結構うざかったんですよね。それがねちょっとねめんどくさかったっていうのもあってね、ちょっとそそられるね。うん、そしてね即決マーケットもね一体なんか買いたいんですよね。これはまあ課金というかあれかな、年明けにもらえる意思でどうにかできるかな。現状僕は今ガルベロスとゼッパンドンで今めちゃくちゃ迷ってます。あと剣でマーガも、ね、この3体のうちにどれかにしたいなとは思ってるんですけどね。ちょっとよかったらねアドバイス的なのをコメントでくれたら嬉しいです。このなんだろう、デスフェイサーも並んどうっていうのがすごいな、ほんまに最終兵器ばっかだ。まあということでね、今回はこの辺にしておきましょうか。デストルドスかなり再現度高いんでね非常に迷いますねこれは。まあとりあえず9000ストーンは僕買うんで、まあそれ買ってから考えます。ということで今回はこの辺で終わります。ではさようなら。